令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度カグラという名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。 CGS や医師改革大学、政党 DIY、 それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう民族情報工学をお送りしていきたいと思います。講師は井戸先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。鉄にまつわるお話、ずっと聞いてるんですけど、いろんなものがつながってきてですね、なかなか全部覚えられないんですけど、今日も引き続き鉄のお話で、お願いしたいと思います。雨の一つ目の神という神様がいるんですが、目が一つしかない、巨人伝説ですね、大だらぼっちとか、そういった八郎型の八郎とか、そういったこう日本の中には結構大男で目が一つしかない、神様の話っていうのがあるんですけど、これは世界的に見て結構ありますよね。なんかね、巨人はありますよね。そうですね、巨人は大体目が一つだったりとかするんですけど、じゃあなぜこの巨人は目が一つなのかっていうと、これはおそらく台風の目と関係があるんじゃないかなっていうことなんですね。で、実はその鉱脈沿い、あるいはそのたたらば近くに出現する異形の神様の中にこの目が一つの神様っていうのが結構あってですね、今度は大だらぼっちとかそういったのもだから、おそらくこのたたらばとの関係っていうのがあるんじゃないかなっていうことなんですね。それはなぜかというと、要するに火を焚くとそこに、温度差が出ますよね。その温度差で風が起きるわけですよね。でその風を、妖怪というか魔物のせいにするというか、そういったものがあったと。前回の「火男ひょっとこ」のお話をちらっとしましたけど、鉄を得るには鍛冶師の中に一番重要なのは不意語ですね。不意語で風を送ってっていう、でその不意語でこう風を送るというのはその、火男の仕事なんですね。火男、で火男は、ちっちゃい、男だから、火を吹いてるぐらいなんですけど、これが結構大きなたたらになりますと、たたら製鉄になるとかなりの大きな、風が吹くということですね。そんなところで、巨人伝説っていうのは生まれたんじゃないかなということがあるんです。で、だから目が一つっていうことが重要ですよね。天の一つ目っていう、目が一つっていう。だからそういったところには、気をつけろというか、あとは竜巻が起きるとかね、そういったことも昔から。だ経験的に、この天の一つ目鉱脈沿いとかたたらばのあたりには風の神を祀るという、そういった、伝承がたくさんあって、で、風神神社とか、そういったところもありますよね。そういったところをずっとこう辿っていくと、やっぱりこうたたらと、関係があったところが多いですね。伊勢の神宮ももともと風宮ってあるじゃないですか。そうですそうです。風宮、あそこがなんか重要なんだというのを、伊勢の風というふうに。そうですね。風姫の宮。であそこの風は天竜川をずっと上がっていって信濃の国に行く風なんです。ああそうかそうか、前ちょっとおっしゃってましたね。そうですね。だから川沿いにずっと行くんですけど、だから日本のその鉱脈とかその風の流れというものをいかにつかむかっていうことが、生きていく上で日本人は昔から非常にこう重要視してたっていうこと間違いないと思いますね。今でもねこうそういうことは残ってますね、風を読むとかね。そうですね、この間矢野さんっていう人の映画見ました。見てないですね。見てないです。なんだっけな、森人という映画があって、その中でこう矢野さんっていう造園業の方がおっしゃってたんですけど、やはりこう風の流れとか、あと水の流れとか、あと水と風を両方読むということがすごく重要だっていう話をねされてましたね、造園業の中で。なるほど、だから風の通り道を作るとかね、そんなことをおっしゃってましたけど、まあ、風を読むというかっていうことに対して、今日本人はちょっと軽んじてるような気がしますね。香港行った時に、香港の人たちも風水とかやって、ちゃんと風の通り道を考えながら街づくりをしてて、その風がよく来るっていう、その風を竜に見立てて、結局、まあ、そうですね。そう。で、やっぱりね、あそこ空論とかいうぐらいですから、だから、そういうのがあると、すごくこう、なんていうかな、街が栄える。風を止めちゃうとダメなんだというのをおっしゃってて、いや、そういう知恵がね、あるんだなと思って聞いたことあるんですけど、日本もだから昔はそういうふうに考えたんですね。そうですね。まあ、単なる占いではなくて、むしろその自然の流れですよね。だから人間がこう違和感を感じる流れがあると、やっぱりこう病を生じてしまうとか、だからビル風とか嫌じゃないですか。でもそれを、まあ、角をねちょっとこう丸くするだけで、まあ、流体的にはこうスッと流れていくというか、まあ、そんなところで風のそれをその、違和感のある風の神が現れると、それはこの私たちの生活に支障をきたすっていうことで、それを神としてあるいは妖怪として捉えてたっていうことが昔の人たちにあったと思うんですね。まあ一つ目って結構いますよね。カラカサなんとかとか。北のによく出てる銀河の北のに。あと一つ目のなんとか帽子とか。奉仕とかね、一つ目奉仕、奉仕とか、結構ね一つ目の神様結構いるんですけど、これは割とねみんな鉄と関係する神様たちなんですね。なるほど。鉄と風の関係っていうのはあんまり考えてもなかったですね。風は風として出てたんで。あとはまあずっとね風まあ鉄の話をしてきましたけど、政治色が強い神様。は例えば八幡神とか、八幡の神様とか、それから雨の日和の御事とかアスサノオの御事とか、稲荷神というのはちょっと政治的背景が色濃く出ている鉄の神様ですね。それからよりこう地域に密着した妖怪的なものっていうか、自然神、職業神の中には金谷子さんとか、金谷子姫とかですね、金山彦とかですね、あとはこの天の間一つ目の神とか、まあ、そういった神様はどちらかというとこう自然の中での、鉄に関連した神様として捉えられるんじゃないかなと。わかりました。そういうふうにね、神様の名前とその文化というか、まあものづくり、その関係を結び、関連性が分かって、だから全国の神社とかもあると、前回白鳥の話もしましたけど、あ、白鳥とかついてるのはそういうことなんだなとか、金山とかってそういうことなんだなとか、そういうのがね分かる。だからこの地域はこういうことを多分大事にしてた。で、僕昔ね分からなかったですよ、なんでそういうのが点在してるのかっていうのがあったんですけど、やっぱ船で移動して移住してるんですよね、文化とかそういう技術を持って、それで全国にこう点在してるということなんですね。だから技術力とかそういったものっていうのは国境がなかったんじゃないかと思うんですね。だから今はね国が結構こう牛耳ったりとかしてますけど、国というものは関係してないところで技術者たちが結構交流し合っていたという、それはまあ素材を求める人たちと技術力を求める人たち、あるいはその土地ですね、まあそういった土地を求める人たち、まあ、そういった人たちがお互いに、こう交流し合っていった中でより良いものを作っていくという、まあ、そういった考えがあったんではないかなという思いますよね。はい、分かりました。まあ、鉄というキーワードでね、いろんな日本のこう、民族情報能力を学んでいるという形になります。また、次回も引き続き鉄の話がまだ少し残っているので聞いていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。